誰が決めたんだろう、ベストナインって。誰が決めたんだ。自分だけのベストナインでいいじゃないか。そうありたいよね。どうも、プロスピンナンバーワン芸人の大野孝也です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。さあやってまいりました、冬の恒例行事でベストナイン&タイトルホルダー徹底解説でございますです。さあまさーということでね、今回、選手いっぱい出てきましたね、選手見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ベストナイン&タイトルホルダーかっこいいですね。やっぱりね、背景がかっこいいのよ。まあ一人ずつねちょっと見ていきましょうか。まずムネさん、これね、高級室で味噌をどっちいけるんですよ。あー、めちゃめちゃ安いですよね、リーグ的に見ても。あー、で、ライドルだしね。で、守備が B? あー、最高じゃんか。オッケー、ナイスナイス。これもしかしてさ、特殊で肩 S いくじゃん。めちゃめちゃすごい。ムネさんいいね。結構12球団でも面白い存在ですよね。ライドラチャンスを入れる。あ、走塁が広角とかだとまあ面白いね。うん。福田選手ですね。まあリアタイ的に見ると低弾道なんでまあないなっていう感じはするんですけども。まあ。うん。って感じかな。で、ギータですね。まあギータの写真ちょっと微妙だな。僕ね、メインではやっぱギータが一番欲しいかなと思ってて、無課金では村上くんが欲しいなと思ってるんですよ。そうで、まあ一応ね見てみると、まあオール A だし、でライトがね、まあメインになってるんですけど、まあ守備センター C、まあサブポジなんで、特殊しても1しか上がらないんで69ということで、まあセンター C の柳田さんですよね。そう、これがセンター B に変わってればまた熱かったんだけどね。でアーチスト効果がチャンスということで、まあ間違いなく最強の選手でございます。で、平選手ですね。で、平選手は僕ね、この前大会で当たったんですよ。あのね、めちゃめちゃ強かったっす。マジで平さんは大会で舞える。マジで舞えます。球威84でしょ。で、ストレートがやっぱ160なんで結構速いんですよね。で、その他の変化球も結構速いし、このフォークとスライダー、サークルチェンジも結構おもろいですよ。カットボール、シュートもあるしね。結構おもろいです。で、なおかつ対ピンチがついてるということで。で、超ゴスト級だよね。で、存在感。もうね、僕は、平さんすごい推してます。はい。まあ、無課金でもかなり欲しい選手の一人ではあります。ただ、無課金は村上君が欲しいです。で、源田さんですね。源田さんに限っては別にタイトルホルダーじゃなくても、まあ、別にいいんじゃないかなっていう。まあね。源田さん、まあ、守備要員で使うんであれば別に、他の通常でもいいし、まあ、タイトルホルダーで、取らなくちゃいけないみたいなのはないですよね。で、ヤンキーですね。ヤンキーはね、毎回こういう写真だよね。で、ヤンキーに関して言うと、まあ、ミートはもう A 乗らないよと。で、パワーは82、それが73と。やっぱ浅村さんってまだやっぱ足速いんだね。で、セカンドの守備が D なんですよね。で、これで、まあ、特殊すると C になるんですけど、正直、まあ、もうきちいかなっていう、セカンドは守らせらんないかなっていう感じはします。まあ、守備 C は正直きついっすよね。まあ、最低限って感じっすよね。で、まあ、僕の大会の生放送見ていただいた方は分かる通り、まあ、浅村さんちょっと守備でミスっちゃったんで、もう僕はもう守備では使わないです。まあでも超骨格パーヒチャンスってことでめちゃめちゃ打ちやすいですよね。高部さんもまあ低弾道か。なるほどね。で、村上ですよね。王者村上。ありがとうございます。いやー、もう王者ですよ、やっぱり。まあ写真可愛いよ、なんか。ミート83%87%ってことでね。まあ能力上がりましたと。で、パワーが S に乗りますと、称号次第で。まあでもさ、コンタクトヒッターで86、86の同時でしょ?まあ言うたらロッド落合さんと同じぐらいだよね。まあどっちを狙うかっすよね。やっぱりリーグ的に言うと、その、なんだろう、ベスト内のタイトルホルダーってやっぱりさ、スピが100しか上がらないじゃないですか。そう考えると別にリアタイで、まあ、4100持ってれば、まあ、別にいいんじゃないかなっていう感じもするんですよね。そう、まあこの村上くんに、こと村上くんに関しては能力が上がってるんでなんとも言えないですけど、
そうだったらやっぱりリーグ戦ならやっぱり86-86のどっちが一番熱いんじゃないかなと思いますよね。ただまあやっぱりリアタイ的に見るとパワー S の方がロマンがあるなっていう感じですかね。でサードの守備、まあまあまあいけんじゃないっていう感じ、ファーストでもいけるんじゃないっていう感じで、アーチ国チャンスことでまあめちゃめちゃ強いですという感じですね。佐野さんですね、まあ、佐野さんっていうと僕ね無課金赤で A ランク5枚持ってて、まあ極めに即できるなっていう感じで、まあ熱いよっていう感じなんだけど、たださこの補給 F っていうのが気になるんだよね俺は。で、まあ、特殊して C でしょ、で阿部彦学大でしょ、レフトちょっと守るせんの怖いな、かといって DH で使うかって考えたらやっぱりちょっともうちょいアーチ国語の選手で、アーチ国語の選手使いたいし、ちょっと微妙な困る選手だなって感じですかね。で、青柳さん、全どっちですね。まあ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 。で、ストレートが確か動いて、ツーシームもすごいクッて曲がってって感じだよね。で、スラカット持ってるって感じだよね。で、切れたいピンなんで、コントロールなんで、まあめちゃめちゃあのリエタ的に、特殊能力は甘えてますよと。ですね。ただ僕はあまり使わないですね。で、ショーニーヤン。ショーニーヤンはね、やっぱファーストの守備エグいよねっていう。まあミッパービビとで勝負次第でパワーは A に乗るとね。でやっぱりこれ見ると裏差めちゃめちゃ高いし守備 B に乗るし、やっぱ守備に関して言ってた中田翔選手はめちゃめちゃ強いです。ただまあやっぱりなんて言うんでしょう、パワー比の広角なしっていうのがまあ懸念点かなって感じですね。で森下くんですね。森下くんはなんかうわこれなんか王子様って感じだねこれね。まあ森下くんって実は僕リアタイでちょっと参るんじゃないかなって思ったりはしてるんですよね。そうタイピンも持ってるしキレも持ってるんでなんだかんだ俺面白い能力じゃなんじゃないかなと思ってるんですよ。でそれでも155キロあるしやっぱりリアタイってやっぱ球速が速い方がなんて言うんだろう、まあ有利というかね。そうでこのスプリットも結構おもろいしなんだかんだ森下くんは回るんじゃないかなって感じはしてますね。で、ライデル。ライデルに関して言うと、まあ、大会ではめちゃめちゃ強かったです。はい、ツースプ、まあ、ツースプっていうのは、まあ、ツーシムとスプリットの使い分け。これがね、めちゃめちゃ強いですよ。なかなか打てなかったです。大会のライデルは。で、球威が85だし、ストレートも161で、スプリットも149と、ツーシムも156と、で、中継ぎも抑えもできますということで、タイピンも持ってます、伸びも持ってます、超5速球ですってことで、ライデルは僕、抑えに全然置きたいですね。A ランク集めないといけないなって思ってます。ということで、13選手徹底的に見ていきました。ね、やっぱり柳田さんと村上くんが一番熱いかなって感じですよね。まあ、この2人が同じ段で出たってことは僕第1弾はめちゃめちゃ回す価値あるんじゃないかなと思ってます。まあじゃあなんでオルちゃん回さないのって言われたら、まあなんて言うんだろう、大会がないからっていう、そうなんだよね。なんかもうリーグ別にね、別にか、まあリーグ一応覇王はね、維持したいなと思ってますけど、別になんか、なんか勝ちてるわけでもないし、そう、で、なんか大会がないじゃんか。そう考えると僕やっぱ回さないかなって感じなんですよね。もう大会がもう僕ね、大会にハマっちゃったんですよ。実は。そうなんですよ。ランク戦でいくら勝とうが、でいくら階級が上がろうが、なんともないっすよ、別に。まあ、名人まで行けば、もうあとは一緒。そう。何が大切かって、今僕もうリボンなんですよね。そう。だから、やっぱり大会に向けて、そう。で、なんならさ、柳田さんさ、来年というか今年か、来シリーズさ、センター B の柳田さん出ないっすかみたいな、そんな話もね、ちらほらね。だから TS 柳田はまあないかなとは思うんですけど、ワンチャンじゃないのっていう感じもするんですよね。だからまあ、別にそのリアタイ勢は、まあグランドオープンまで待ってもいいんじゃないっていう。ただ、皆さんに一つだけ教えておく。これだけちょっと頭に入れといて。グランドオープンが多分3月29日なんですよ。そこで4選手出るんですけど、まず村上くんは出ないと思います。多分だけどね。そうで、ライトの柳田さんも僕は出ないと踏んでます。はい。なのでまあここで取るのもありですよっていうことだけお伝えしておきます。すぐ出るわけじゃないから、
今年の5月になったり、するよ。4月に出るかもしれない、5月に出るかもしれない。だから全然取れるってわけじゃないから、今の1月の時点で取るのもありだよねって話を皆さんにお伝えして、今日は終わろうかと思っております。今日の夜ね、生放送やります。まあでもね、ベストナインのタイトルホルダーの累計回数やりたいんだけど、対決カーニバルなんで、まあちょっと終わらないんで、多分ね2回に分けてやるかなって思ってます。まあ今日中に回収できればしちゃうんだけど、多分その回収する時間とかがすごい遅くなっちゃうとみんな見れないじゃないですか。で、生放送ってやっぱり累計開封の瞬間みんな楽しみにしてるんで、そう考えると2回に分けてもいいのかなって僕はちょっと思ってます。はい、ってことでね、まあ今日の夜どうなるか分かんないですけど、一応僕の生放送見てれば累計回収するかしないか分かるんで、ぜひとも見に来てください。よろたます。ということで本日の動画は以上でございます。この動画良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、そしてコメントぜひぜひよろしくお願いします。では今日の夜お会いしましょう。バイバイ。